すごい綺麗なベージュになってる。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアピスト、あやまるです。あやまるヘアチャンネルの公式 LINE を始めました。 LINE を追加していただいた方になんと5つのプレゼント動画を用意しました。今後のお知らせなども LINE でお伝えしていきますので、ぜひ動画の概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで今回はじゃーん、皆さん気になっていると思います。こちらのカラーシャンプーについて紹介していきます。こういったカラーシャンプーって皆さん使ったことありますか？まあこういった紫シャンプーだったり、このピンクシャンプーとか有名だと思うんですけど、他にもこういったシルバーシャンプーなんていうのもあります。聞いたことはあっても使ったことがない人だったり、どう使っていいのかよくわからないっていう方もいると思うので、今回はこのカラーシャンプーの正しい使い方と、どんな人にどのカラーシャンプーが合うのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、それでは説明していきます。今回はまずカラーシャンプーの特性、得られる効果についてお話しした上で、どんな人にどんなカラーシャンプーが合うのかっていうのを説明していきます。その後実際にシャンプーを使ってみて、どのような変化があるのかを検証していきたいと思います。はい、ではまず最初にカラーシャンプーの説明からしていきますね。カラーシャンプーってシャンプーでもあり、カラー剤のような役割もしてくれるっていうものになります。ただカラーシャンプーは髪を染めるっていうのではなくて、カラーした後の髪の毛の色味をきれいにしてくれたりだとか、補助的なものっていう認識をしていただけたらなと思います。そのためにまずカラーの原理から説明しておく必要があるので、ご存知の方はスキップしてもらっても大丈夫です。まず色には色の三原色っていうものがあって、赤、青、黄色、この3つのことを言います。白以外の全ての色はこの今言った3つの色のバランスを変えて混ぜ合わせることで生み出された色になるんです。つまり髪の毛の色相っていうのもこの3つの色から形成されていて、黒髪の場合は赤、青、黄色のうちの青が一番強く出ている状態になるんです。髪の毛の脱色する順番っていうのもあって、順番で言うと青、赤、黄色っていう順番になります。ブリーチをしたことがある人はわかると思うんですけど、脱色をするとどんどん青が抜けていって、赤と黄色が残るのでオレンジになっていきますよね。そこに青の色味も少し残っていたら茶髪になります。次に完全に青と赤が抜けると黄色だけが残って金髪になるっていう原理なんです。つまりもともと髪の毛が茶髪の方は青の色素が少なめ、海外の方みたいに生まれつき髪の毛が金髪の方は赤と青の色素が少ないっていう原理なんですね。まずはこのことをしっかり理解しておいてください。今のことを理解していただいた上で、ここからどのシャンプーがどんな人に合うのかっていうのを説明していきたいと思います。まずは紫シャンプーについて説明していきます。紫シャンプーは名前の通り紫の色素を髪の毛に入れ込むことができます。じゃあ髪の毛を紫にした人が使うのって言ったら、そうではありません。例えば髪の毛をアッシュ系のカラーにしたい場合、アッシュは青の色素なので一度髪の毛を金髪まで抜く必要があります。なぜかというと赤の色が強いと青の色味が綺麗に出ないからです。この赤みを抜くためにブリーチをするんですけど、さっきも言ったように色は青から先に抜けていってしまいます。なので一度青も赤も抜いて金髪の状態にして、その後に青の色を足していくっていう作業になるんですけど、青と黄色を足すと何色になるか分かりますか？そう、緑ですよね。金髪にただ青を足すだけだと緑っぽいカラーになっちゃうんです。そうなると黄色を消す必要が出てきますよね。その時に使うのがじゃん、こちらの紫シャンプーなんです。色には色相環っていうものがあって、それぞれの色には反対色っていうものがあります。この反対色同士がぶつかり合うことで色を打ち消し合うっていう特性があるんです。なので黄色の反対は紫になるので、髪に紫の色素を加えることで黄色を打ち消してくれて綺麗なアッシュのカラーを出すことができるっていうことなんです。つまりこの紫シャンプーが合う人はアッシュ系のカラーをしている人と、金髪なんだけどちょっとくすんだ透き通る感じの金髪にしたいっていう方におすすめです。どうですか？ちょっと専門的なお話になってしまったんですけど、今お話ししたことがカラーシャンプーを使う意味にもなってくるので、ぜひ覚えておいてください。はい、続いてはじゃーん、
シルバーシャンプーについてお話ししていきます。シルバーシャンプーは、まあ、メーカーさんによってはアッシュシャンプーっていう場合もあるんですけど、これは髪の毛に青の色素を足していくために使うものになります。よくアッシュのカラーにしてるからアッシュシャンプー、シルバーシャンプーを使えばいいって勘違いする方もいますが、実はその考え方は違うんです。さっきもお話ししたようにカラーシャンプーは不要な色を打ち消して出したい色を綺麗に出すために使うものなんですね。つまり青の反対色を打ち消すために使うものなんです。青の反対色はオレンジ色になります。例えば人によってはどれだけブリーチをしても赤の色素が強くて全然金髪にならない人もいます。赤の色味が残ったままだと金髪に赤の色が残っているので、つまりオレンジになりますよね。オレンジの髪にアッシュの色を入れても赤みが強くてなかなか綺麗な色が出なかったりします。そんな時に使うのがこちらのシルバーシャンプーでございます。このシャンプーを使うことによってオレンジ味を打ち消して青の色味を綺麗に出すことができます。なのでシルバーシャンプーが合う方は髪に赤みが強くて金髪にまでならない人、もう少し深い青みを出したい方におすすめです。では最後にピンクシャンプーです。ピンクシャンプーは紫やシルバーと違って色を打ち消し合うために使うものではなくて、髪にもっとピンクの色味が欲しいだったり、赤系の髪色にもうちょっとピンク出したいなとか、もう本当にシンプルな使い方になります。日本人って赤の色素が強い人が多いので赤系のカラーってすごく入りやすいし、最近の流行りでもあるのでやってる方も多いと思うんですけど、そんな暖色系のカラーをしている方におすすめです。カラーの色持ちも良くなるし、光に当たるとふわってピンクの透けた感じの色味が出てとっても可愛いのでおすすめです。なのでピンクシャンプーが合う方は赤系ピンク系の髪色をしている方ですね。はい、ここまでがそれぞれのカラーシャンプーの特徴とどんな人に合うのかのお話でした。ちょっと長くなってしまったんですけど、ここからそれぞれのシャンプーを実際に使ってみてどんな違いが出るのかを検証していきたいと思います。はい、じゃーん、たまに出てきますねこの金髪ウィッグちゃん。今回は色が分かりやすいようにこういった金髪のマネキンを使ってやっていくんですけど、シルバーシャンプーに関してはオレンジを抜くものなのでちょっと分かりづらいとこもあるのかなと思うんですけど、一応やっていきますね。こんな風に塗る場所を決めて塗らない場所とどういう変化が出るのかっていうのも見ていきたいと思います。正しいシャンプーのやり方についてはこちらに載っているので、ぜひ皆さんこちらの動画も見てみてください。そしたらじゃあピンク、紫、シルバーでやっていきたいと思います。今この毛束、皆さんが使う時と同じように毛束を濡らしてきました。この状態でやっていきたいと思います。まずはピンクからですね。ちょっと今この場所でこのマネキンちゃんでやるのであんまり泡立てとかはできないんですけど、こんな感じです。すごいピンクですね。今日は櫛で溶かすタイプでやっていきます。櫛で溶かすだけでもちょっと泡立ってきましたね。結構ネオンな感じですよね。こうやって見るとすっごいピンクだなって感じしますよね。でも意外とこんなにピンクならないんですよね。塗った時はびっくりしますよねこれ。まあでもこれも後から見てみて、意外と淡い感じになるので楽しみですね。お、ちょっと泡立った。はい、こんな感じで一旦ピンクちゃんは置いていきます。ちょっと他のとこにつかないようにティッシュを挟んで置いていきます。はい、次は真ん中紫でやっていきます。紫シャンプーはこんな感じです。これもザ紫って感じですよね。こうやって見るとちょっと不安になりますよね。これシャンプーしてると大丈夫かな、こんなに色紫になっちゃわんかなって思いますよね。これでもすっごい綺麗な色です。淡い紫。やっぱり金髪であればあるほど変化がわかるので、すごい検証する側もちょっと面白い。こんな感じでーす。紫、こんな感じの紫になります。はい、じゃあこれもティッシュを包んで置いておきます。はい、では3つ目シルバーシャンプーです。シルバーシャンプーはこんな感じです。まあちょっとグレーっぽい感じですね。すごい綺麗。金髪の髪にやるとちょっとベージュっぽくなるかな。塗った感じはこういう色になります。この色すごく綺麗ですね。このままこの色をカラーにしたいぐらい。はい、こちらがシルバーシャンプーです。ではこの毛束も置いていきますね。はい、これで今マネキンちゃんがすごいビジュアルになっていますが、ごめんよ。こんな感じで全色塗れたので、このままだいたい10分ぐらい放置していこうかなと思います。皆さんはこの放置している10分の間に、まあ、お風呂場でやってると思うので、その間に先に体洗ったりとかメイクを落としたりするのがいいんじゃないかなと思います。はい、10分経ったので今流してきました。流した状態だとじゃん、結構わかりません？すごい、こんな感じです。今流してきました。ピンク、
紫シャンプー、シルバーシャンプー。シルバーシャンプーは意外としっかり分かってよかったです。こんな感じです。青みがかってますね、やっぱシルバーは。紫シャンプーはやっぱちょっと白っぽくなる感じ。濡れた感じはこんな感じですね。ちょっと怖いかなすいません。ピンク、紫シャンプー、シルバーシャンプーです。一度これで乾かしていきます。はい、これで今乾かしましたので、どんな感じか見ていきたいと思います。じゃーん、すごくないですか。これがピンクシャンプー、これが紫シャンプー、これがアッシュシャンプーです。すごい違いますね。やっぱりまずはピンク、もう見てわかる通りピンクになりましたね。ちゃんと赤みがかってます。ちょっとすごく懐かしいけど、メルちゃんの髪色に似てるかも。綺麗なピンクの、お湯につけてあったかくなった時に反応したメルちゃんの髪の毛。もう完全に染まってますよね、これ。全然違うもん。はい、次、真ん中紫シャンプーです。これめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。すごい綺麗なベージュになってる。黄色みが消えたけど、すごく金髪というかブロンドヘアっていうか、こんな感じ、ちょっと白っぽくなってますよね。めっちゃ綺麗。やっぱり金髪との相性は抜群ですね。海外のブロンドヘアって感じ。はい、そして最後アッシュシャンプーです。ちょっとほら、紫シャンプーと違って色が濃いというか、ちょっと青っぽいじゃないですけど、わかりますかね、この違い。2つのくすんだ感じになってますね。金髪だからあんまりわかんないかなと思ったんですけど、意外とわかる。ちょっと青みがかったくすんだ感じになってます。こうやって見るとね、全然違いますよね、光の当て方によっても。紫シャンプーめっちゃいいですね、すっごい綺麗。はい、ということで以上がカラーシャンプー使ってみた検証でした。最後にもう一度言いますが、カラーシャンプーは染めるものではなくて、出したい色味を強く出すために使うものになります。使い方を間違えたり、必要のない人が使っても効果は得られませんので注意してくださいね。でもぜひ気になってる方は使ってみてください。はい、というわけで今回はカラーシャンプーについてお話ししていきました。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。